皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。6月18日に大阪府北部を震源とする地震が発生し、大阪府を中心に家屋被害など大きな被害が発生しました。地震から半月経った今も多くの人々が不自由な生活を送られています。松阪市では現在被災された人々を支援するため、市役所1階地域福祉課と各地域振興局地域住民課で義援金を受け付けています。また窓口に募金箱も設置していますので、多くの皆さんのご支援をお願いいたします。それでは今回のラインナップです。地域の企業経営者が出張授業を行うワクワクスクールが東部中学校で行われました。魚井川の七夕祭りが今年も盛大に開催されました。お話キャラバンによる絵本のお話会が松阪図書館で行われました。今年度2回目のリフレッシュママの会が開催され、たくさんの親子でにぎわいました。視聴者投稿ムービー中部大運動公園をお送りします。